ニュースウィークは、主に政治や社会情勢などを扱うアメリカ、合衆国の週刊誌である。ニューヨークに本社がある。1933年2月17日に、トーマス・ jc マーティンが中心となって創刊され、当時は、ニュースウィークと、ハイフンが入った名称だった。ジャパンロビーのメディアとして、第二次世界大戦前後に売り上げを伸ばし、1961年に、 ワシントンポスト社に買収された当初は写真とニュースを売り物にした雑誌だったが次第に論説やインタビュー記事、著名人によるコラム、独占取材など多様な内容に変わっていった2007年頃より赤字額が拡大し2010年5月5日にはワシントンポスト社が売却を検討していることを発表同年8月2日に音響機器メーカー大手の ハーマンインターナショナルインダストリーズの創業者、シドニー・ハーマンに売却すると発表した。2010年、1ドルで売却された。ニューヨークの本社の他に、アメリカ国内外22の支局がある。国内支局は、ロサンゼルス、シカゴ、デトロイト、ダラス、マヤミ、ワシントン DC、ボストン、サンフランシスコ。外国支局は、メキシコシティ、パリ、東京。 ワルシャワ、ケープタウン、フランクフルト、香港、エルサレム、ロンドン、モスクワ、北京、ベルリン、バグダッド、南アジア、およびブエノスアイレスにある。2012年10月18日の発表によると、印刷版として提供されるニュースウィークは、米国では2012年12月31日に発行されるものが最終号となり、以降はニュースウィークグローバルとして、 デジタル版のみの発行となるとしていたが、2014年5月に印刷版の発行を再開した。再開して、最初の号の表紙は、ビットコインに関する記事であった。創刊以来、アメリカ国内のニュース雑誌の発行部数では、概ね、タイム誌に続く2位となっている。3位は、US ニュースワールドレポート。2003年の発行部数は、アメリカで、 約310万部、アメリカ国外で約90万部の計400万部とされ、世界に約2500万人の読者がいると発表されている。英語版にはアメリカ国内版と国際版があり、それぞれに別の編集長がいる。アメリカ国内版は国内のニュースやトピックを中心にしており、国際版とは内容が大きく違う。国際版には 太平洋版、ヨーロッパ版、ラテンアメリカ版があり、互いに構成、内容が違うことも多い。現地版として、日本版、韓国版、ポーランド版、ロシア版、スペイン語版、アラビア語版、セルビア語版、トルコ語版、のほか、月間の中国語版である、ニュースウィークセレクトがある。オーストラリアには定携紙である、ザブレティンウィズニュースウィークがあったが、 2008年1月に廃刊となった。TBS ブリタニカから1986年1月23日に創刊された。発行人は北畑霞編集主管は岡隆史。初代編集長は浅野佑。ニューヨーク支局長として青木吹子のクレジットも確認される。出版元は TBS ブリタニカから阪急コミュニケーションズを経て、 2014年10月より CCC メディアハウスへ移行発行部数6万部。歴代編集長の一人に武田敬吾もその名を連ねる。2019年現在、編集長は長岡義弘。2003年10月22日号、拉致された北朝鮮報道の記事において、家族会及び救う会が拉致報道をコントロールしていて、被害者に、 インタビューできるのは、彼らのメガネにかなった記者だけと批判した。実際は、5人の拉致被害者家族は、メディアの個別取材には、一切応じておらず、特定の記者を選別しているわけではなかった。救う会はこの記事に抗議し、編集部は、当該部分の誤りを認め、後日、お詫びを掲載して関係者に謝罪した。2004年6月28日号において、 マイケル・ムーア監督による、ブッシュ政権批判のドキュメンタリー映画、歌詞911を非難する記事を掲載した。記事を書いたのは、ビル・クリントン大統領のモニカル・インスキースキャンダルの、スクープで有名なマイケル・イシコフ記者で、記事の中でイシコフは、歌詞911には、事実の歪曲や、論理の飛躍が目立つとして、ムーア監督を非難した。もっとも、イシコフが、 歌詞911の問題点として、具体的に取り上げた箇所は、以下の二つのみであった。これに対して、ムーア監督は、次のように反論している。これらは少し調べればわかることなのに、わざと時間軸をずらして読者に、歌詞911に疑念を抱かせようとしている。悪質な抽象記事であるとムーア監督は抗議した。さらに返す刀で、記事を書いた。 石コフ記者が過去に勤めていたワシントンポスト市でイランコントラ事件やホワイトウォーター疑惑をめぐって憶測に満ちた記事を書いたことで同志に訂正文を掲載させるなどキャリアに問題のある記者であることを暴露した結局抗議を受けて石コフとニューズウィークは記事の訂正を余儀なくされたなお石コフ記者はその後もニューズウィークに残り グアンタナモ収容所コーラン冒徳報道事件を引き起こしている。2005年5月9日号のマイケル・イシコフ記者による署名記事ペリスコープにおいてグアンタナモのグアンタナモ湾収容キャンプでイスラム教の聖典コーランを便所に流して囚人を動揺させ自白を強要する尋問法が使われているという匿名のアメリカ軍関係者の証言を掲載した。 この記事が掲載される以前から、アメリカ軍人が囚人を尋問する際に、目の前でコーランを破ったり蹴ったりしているという報道があったが、アメリカ軍の関係者が公式に認めたという記事は、これが初めてだった。この記事が掲載されたのを機に、イスラム国家で猛烈な反米抗議運動が巻き起こり、パキスタンとアフガニスタンでは、抗議デモと警官隊の衝突で16人の死者が出た。 事件を受けてアメリカ軍は内部調査を開始し、その結果、報道されたような事実はないと発表した。ライス国務長官やマクラレン報道官ほか、軍公官等は事実無根の記事でイスラム世界でのアメリカのイメージを傷つけたとしてニューズウィークを激しく非難した。ニューズウィークは当初記事を撤回する気はないとしていたが、 避難の声が高まったため記事の再検証を開始した。再検証の結果、取材源のアメリカ軍関係者に、高乱冒涜の事実を確認したところ何の反応もなかったので、事実を認めたとみなし掲載したという経緯を明らかにし、交換の沈黙を確認と間違えて判断して、掲載してしまったと非を認め記事を撤回した。ただし、別像及び誤報とは認めなかった。 ニューズウィークは、読者への所感と題する謝罪文を掲載し、以後匿名のリーク記事の乱用を今しめる旨を読者に、誓った上、アメリカ軍関係者、暴動での犠牲者と遺族へ謝罪した。2019年11月29日に、ゴーのオング記者は、トランプ大統領はゴルフに明け暮れていると、ツイッターに書いたが、その頃には、トランプ大統領は、 極秘裏に、アフガニスタンのバグラム米空軍基地に飛び、約1500人の米軍の将兵たちを慰問して、感謝祭の夕食をとり、その後アフガニスタンのアシュラフガニ大統領と会談して、帰国していた。同市では訂正の記事の見出しに、と、驚きのアフガニスタンへの将兵慰問と書き加えて、お茶を濁したが、他のメディアから、またフェイクニュースだと批判され、 筆者のジェシカ・ウォング記者は解雇された。ありがとうございます。